おはようございます。地団党の人です。はい、いよいよ今週になりました。名鉄瀬戸線のブログ撮影、はい、まあ見ている人が少ないと思いますが、まあ、とりあえず全力を出したいないところです。出したいところなんですが、はい、天気予報が不安定なのでどうなるか分かりません。まあ、雨だったら中止、残念ながら中止です。はい、で中止になった場合16日か23日に延期になるんですが、まあとりあえず夏休みのイベントと被らないように努力いたします。で中止になったらまあ16日に延期なんですけどね。はい、まあ悲しいですね。まあ多分今年の夏も暑くなるかもしれませんね。はい、まあとりあえず中止も念々頭に考えておりますので中止になったらごめんなさいです。はい、ではここで失礼いたしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。以上、知多半島の人からのお知らせでした。